ははい皆さんこんこにちは今日は「5年生国語和の文化を発信しよう」のポスターを iPad のページーズで作る方法を紹介していきます今日やることなんですけど教科書に載っているようなこういうポスターを簡単に作る方法を紹介します写真にテキストボックスを使って文字の大きさや色を考えてきれいに配置したり文字の背景に色をつけたりして伝えたいことを効果的に表現する方法を紹介します 使うアプリはといいうアプ純正のアプリを使っていきますこの「ページーズ」というアプリは文書の作成やポスターなどを簡単に作ることができるんですよまずページーズを立ち上げていきます一番初めに書類を新規で立ち上げる必要があるので右上の「プラスボタン」か「新規作成」から新規で立ち上げてください テンプレートから基本の用紙やレポートなど色々な書類を選ぶことができます。今回は基本に空白のレイアウトが用意されているのでそれを選んでください。写真や文字を自由にレイアウトして作るので、今回はこの空白のレイアウトで作っていきます。新規で立ち上げると真っ白い画面が表示され、左側にページが一覧で見えます。ここからどんどん作っていくので、まず初めに夏川内輪の画像を追加します。 画像を追加するときは、上のツールバーからメディアボタンを押して、一番上にある写真またはビデオというところを押します。ここから自分のカメラロールから好きな写真を配置することができます。今回はこの夏川内湾の画像を配置します。この時2本指で画面を少しつまむようにすると、ページ全体が見えるようになって、写真を配置したいところにこうやって持って行ってあげたり、サイズ変形したりすることができます。 ここで画像をダブルタップするとトリミングができるようになるんですけどこのトリミングにするとですね下にスライダーが出てきてこの枠の中の画像の拡大縮小をすることができますさらにこの画像の枠自体の大きさを後から変えることもできますこれめちゃくちゃ便利なので是非覚えてほしいですこうやってね中の画像の位置も変えることができます画像の位置は こうやって動かすと今黄色い線が見えてると思うんですけどページーズはこの垂直と水平の軸を勝手に見つけてくれてそこにこうペチっとくっついてくれるような機能もありますこれねなかなか他のアプリにないのですごくいいなと思います画像の位置が決まったらブラシマークを押して右側の配置タブからロックを押して画像が動かないようにロックします。 これで画像の上に文字を置いても下の画像が動かないのでレイアウトしやすくなります。